はい、田中90です。今回ですね、誰も触れてない最強武器を紹介してきます。理論上最強ってやつですね。おい、そこのお前、理論上最強は本当は強くないと思っただろう。今回は本当に強いぞ。で、その武器はソードフィッシュです。こいつアップデートでエイム弾薬散布回が大幅に向上したんで、弾がね、当たりやすくなってるんですよ。しかもカスタマイズで4点バーストから5点バーストになるんで、しかも4点で殺せるっていうね、これが他のバースト武器と違うところです。ということで、この武器を使っていく。で、カスタマイズはこんな感じです。装備はこんな感じです。どうぞ。で、やっていきましょうか。チームレスマッチスタンドオフ。この武器はですね、理論上強いと皆さん聞いて、どうせ弱いだろうと思ったでしょう。まあ、実際強いか弱いかで言ったら、まあって感じです。ガンマッチすれば強い、ガンマッチしなきゃ弱いみたいな銃ですね。無難に強い武器を求めるんだったら CBR4 がおすすめです。理論上 CBR4 ボコボコにできるはずなんですけど、なぜかボコボコにされます。そういうことですね。バース武器はね、やっぱよっぽど強くない限り使いにくいからな、基本的に。単発武器のが OK。 この距離いけるよ。こういうでもね、あの距離言うほど得意じゃないんだよね。この、おい、やべえ、この、やべえ、遅れて感謝すんな。遅れて感謝しすぎたせいで、見えねえわ。OK? この距離も勝てると。で、下から来るでしょ？俺の読みだとこれ下から。OK! こうやってバーストでね、ワンバーストで殺せたら、二人いる。二人は相手しない。俺は二人は相手しない。この、部のか悪い勝負はしない。来い。OK! 2バーストで殺せれば強いと。だから、ワンバースト、ツーバーストで殺せる距離で、ガン待ち、うわぁ、オッケー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 、輝いてる。ソードフィッシュ初めて輝いてます。オッケー。田中金も中田な。田中金も中田な。やべえ、正論中がいる。こいつあれな、正論してくれた。そう、俺、オッケー。これは気持ち悪いって言われても仕方ない。でも、CBR4、お前ら CBR4 に勝つためには、俺は手段を選ばねえ。手段を選んでたら勝てねえかな。オッケー。ここで、プロは打ち合いを下からすると。上はもう行かない。下よ。来いよ。上から顔出してると思ってんだろ。顔出しません。これで安心感あるだろ。安心感出ちゃったね。安心感出ちゃったね。俺はここいるからよ、ずっと。安心感出ちゃったね。これは貴重い。OK? このラインでイモるだけよ、正直。ライン変わるだけです。何も変わりません、やることは。すげえ、ここ、か、これ核あるぜ。これ核あるわ。OK?OK? いやー、突入すぎた！おい、突入すぎた！俺1ダメージぐらい当たると思った、味方が。なんだこれ。脇やばいや、脇。OK?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  取らない、取らない、取らない。ふぅー、危ねえ！ぬすっとしようとしてたねー。いやー、悔しいでしょうねー。いやー、悔しいでしょうねー。こうやって悲劇が生まれてくんだよな。お前らが、俺、CBR4、なんで刀なんか効かねえ。俺様には刀なんか効かねえ。こうやってお前らが、俺の前世で CBR4 でいじめてくれたよな。OK? そのせいで悲劇が生まれたんで、おー、すごい粘るじゃん。もう上にはいねえだろ、どうせ。理論上一撃武器で敵を粉砕する。これを取るのにどれだけ苦労したか、お前らには分からん。お前ら、これ勝ってる試合だけ乗してるからクソ強くて、田中90楽勝みたいになってるが、実際は幾多の犠牲がある。お、OK? 刀は効きませんよ。刀、おーい、すげえ、ロボットクソ強え。いや、ロボット無双だな、これ。おい、俺の機能取るな。オッケー、もう諦めてくれ。俺のキルと、うわー、こいつ自分が犠牲になる代わりに。田中って顔も声も性格も全部キモいよね。悔しいね。正直に言いなさい。参りましたって。悔しいね。いやー、わかる。顔も声もキモいよな。でも悔しいね。勝った後のこういう暴言、シャワーのように気持ちいいわ。俺性格悪いんで最後キルレイ見まーす。ちょ、かわいそうだった。キルレイ見たけどかわいそうだった。悔しいねー。ああいうのほんと気持ちいいよな。分からせたって感じが。ガキが舐めてると潰すぞ。
気分がええわ。気分がいい。ソードフィッシュ誰もいねえ。実際ソードフィッシュね、ほんと動画を撮るのに苦労してるからね、結構。だから今日も動画投稿する時間遅いです。はい。すいません。ソードフィッシュが悪いです。これで、ここのガン待ちよ。ここ頭一個出すんじゃない？こういうきちいことしないと、キル取れねえからな。うわ、すげえ、みんなやべえ。あー、今の！キル取れたら美味しかったんだけど。うわー、上でスナイパーか。ダリーな。ふぅー！あの頭一個抜いたのマジで気持ちいい。これがバースト武器の強みよ。で、オッケー！悔しいねー！でもこいつらは、こいつらは何も寝言を言わないな。強き者か。オッケー。これバースト武器だから、弾数多いのよ。こういう弾数多いのよ、決め打ちできて。いるの分かってるぞ。え、いない？いるの分かってるかな？これで、いけ！いけ！は？は？は？何やってるん？今、あれなんだけど、ワープしたんだけど。使えねえ、相手はなんか。てか、このレーザーどっから撃ってきてんだよ。あ、そっちからやかよ、ずっと。まあ、ずっと見てたんかよ、そこから。脇やべえな。いるいる、そこいる。どうせ、ここだろ。なんで二つあるんだよ、起動したよ。意味な、今楽しかった時間返して一気に楽しくなかった。まあ、この頭一個抜くから、俺が。うわぁ。まあ、どうせ下から撃ってこない、来いよ。これ得意なよな、スナイパー抜くの意外と。で、どうせこれ登ってくるだろ、お前ら。お前らの考えることは手に取るようにわかる。登ってこなかったわ。紳士だった。多分そう、嫌になってると思うんだよな。これ来い。もう一回かろうぜ。勝負しようぜ。スナイパーヘッド一撃で勝負しようぜ。オッケー。抜けねえ！やる気ねえ、こいつ。オッケー。おい、なんでこんなクソみたいな。これ後ろ来る、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 絶対後ろ来る。湧いた、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 湧いた。ふぅー、またさっきと同じことやろうぜ。さっきと同じことやろうぜ。叫ん、オッケー。これがねー、スナイパーじゃできねえような、この立ち回り。燃やし尽くすよ、ぷぅー、ぷぅー、あっ！こいつ感情ねえな、こいつ。さっきのやつなんてもうずっとブチ切れたのに、あいつ何も怒ってない。心優しき青年か。これいるだろう、なんか。オッケー。オッケー！この刀全く刺さってない。この刀マジで刺さってない。これで、来たね。これどうしてくるよ。登ってくるよ。登ってこない。これは勝負しない。味方犠牲になれ。これ来る可能性がある。怒りで。ポイ。グレネード投げといて、牽制かけつつの、ふぅ、これが、レレレ、撃ちよ。そこまで、登ってきた、普通に。やばい、この脇、えぐ！はぁ？なんで湧いた瞬間バレてんの？これもう信用できねえ、これ。わ、やばすぎやろ、これ。そんなに俺たちを、オッケー？もう顔出せなくなった。勝負しなくなったね。来いよ。勝負しようぜ。グレネードめっちゃ来るやん、これ。やっぱ戦線が崩壊しとる。やっぱ俺だけ楽しんじゃってる、俺だけ。これ裏から湧いた、裏から湧いた。やっぱね。OK。OK、これやって。どうせまだいるだろう。おい、いると思ったわ！意外と強いな、これ。刀に対して異常に強い。刀キラーと名付けよう。これ来い。顔出しても来ない。楽しかったけどね、全く味方は楽しんでなかったね。これ、ということで。ソードフィッシュはもしかして自己中な武器かもしれません。ガン待ちしてガン待ちしてガン待ちして相手をイラつかせる。それが唯一の勝ち筋です。みんな相手をイラつかせてソードフィッシュで勝とう。お疲れ様でした。オッツ。CBR4 には正面から勝てません。でもね、今ほんと CBR4 強いね。正直に言うわ。俺ソードフィッシュで負けてムカついた時 CBR4 使っちゃいました。すいません、CBR4 使っちゃいました。